はい、本日もやってまいりました前田レンジャーズ。解説は前田レンジャーズ監督兼プロ野球解説者の前田幸永さんでお送りいたします。幸永さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは今季初の公式戦となるレンジャーズですが、今回参加したのは TS リーグという神奈川県のチームで構成されたオープン大会のリーグ戦ですね、うん、はい、お相手はブルーボーイズさん、はい、でその初回、まずは4番松橋が挨拶代わりの先制パンチを幸先よく1点を先制します。まあ、相変わらずね、まあ、安定しますね、この4番松橋は、はい、ね、そして続く3回、キャプテン久保田がライトオーバーのタイムリーツーベースで1点を追加します、うん、まあ、松橋とこの久保田っていうのはね、まあ、うちでも本当にね、まあ、安定感を出すバッターと、まあ、長打力も当然あるんですけど、まあ、本当ヒットを打たせるとね、まあ、本当にチームの中心選手としてよくやってくれてますね。はい、さらに4回ですね、松橋のレフトオーバーのツーベースでチャンスを作るんですが、これは手につながらず、うん、続く5回、浦部が、うん、まさかのセンターへのツーランホームラン、これで一気に4点差とします。おー、ホームランなかなか見ないホームラン、いいバッティングじゃないですか、今季初ヒットが初ホームランでした、うん、はい、さらに6回ですね、丸山がヒットで出塁すると、この後の大阪父の方ですね、お、父が連打で1点を追加して5対0とリードを広げます。いや、父ね、まあ、息子はね、新戦力として頑張ってくれますけれどもね、ここで父もね、しっかり、仕事をすると、まあ、親子揃ってね、いい内容見せてくれてますね。はい、さあ、そして投げてはですね、大阪息子の方ですね、こちらは、はい、はい、大阪優真が5回5奪三振無失点の圧巻の投球で相手に突き入る隙を与えませんでした、うん、まあ、大阪も投げるたびにこう自信をね、つけて、まあ、本当にうちでも、まあ、3番エースと言ってもいいかもしれないですね、もうね。しかし6回裏、松橋が志願の登板でしたが、3失点、点差を2点と詰められます。まあ、普段ね、投手の練習をしているとね、いいんでしょうけども、投手の練習をしていないということになるとね、打者からすると打ちやすいボール、球質ですね、そうなってしまうんでしょうね。はい、まあ、投球フォームを見てもね、分かる通り普段から投げてないよねというような投球フォームですよね。まあ、打者からしたら、非常に打ちやすいボールかなというふうに感じます。はい、そして1点を返して、迎えた最終回、レンジャーズは再度大阪をマウンドに送りますが、失策絡みで1点を失い、2アウト3塁2塁1打同点の場面でしたが、最後は大阪が投げ切り6対4で勝ち切ることができました。まあ、また途中挟みましたけどね、まあ、大阪がしっかり、投げ切ってくれたというところでは、まあ、少しこう、ね、余裕を見せたところもあるんでしょうけれども、まあ、大事な試合が、ね、まあ、また今後あると思うので、まあ、そういったところでもやっぱりきっちり締めるところは締めて行っておきたいというところですね。はい、なおこの試合では、大和マルエスさんにより試合球をご提供いただいた試合になりました。まあ、手触りがよく快適なプレーができましたね。はい、はい、まあ、今後ともサポートをよろしくお願いいたします。また対戦いただいた横浜ブルーボーイズ様、ありがとうございました。それでは池永さん、次戦もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ナイスゲーム。Thank you.